年は言うことを聞かない。お茶は煙になってしまった。遠い道に家を建てて神様になれ。井戸の中で神様が鳴っている感じされてた。風があの時はらんだものは象の空とおえつの根っこ。喉を満たそうと鶴瓶を落としたら井戸の中で神様が泣いていた。価値が壊れればいいと壊してやりたいと念じてはいる。退屈なるもの生前なるもの地の失せたもの終末なるもの。時に場所に遥かなる朝の井戸の中で神様が泣いていた。古かいこの方に接し者に生くる者にいかほどの余地もないのだから腹を決めて立つしかない。ことの途切れた罪人の背中に井戸の中で神様が泣いていた。
すごいいいですね。そしてやるんですか。井戸端でメンズ組んでる感じで。最近はほとんど歌作ってないんですけど、まあ、パチスロ忙しかったりいろいろやりましたけど、どうも勝負事が好きでね、そのパチスロ今3年ぐらい経ちますか、その前はね、あのパチンコね、一発台にはまっていてね、一発台のピューってちっちゃい穴が上がらで飛び込んでね、あの1個入ってくるくるって回って3個穴があってね、でな小さい穴、長い穴、ふさけた穴、こう曲がった穴があってね、その小さい穴に入ると1万円になるやつでね、それこそ朝から晩まで毎日ハマってね、稼いで金全部行ってましたよ。その前はずっとあのおいちょ株花札にくれてましてね、まあ結局ろくなもんじゃないってことですけどね。あ、そうそうそう、それをね、スバルっていうこの雑誌文芸誌ありますけど、あれにね、来月号に書きました、勝負ごとっていう話でね、あの、まあ、つまらない勝負の花、パチシロで狂ってるって話をね、今度出るやつですけど、書きました。どうもダメだね、そんな、ちょっと金持って暇あると思うけど、やることないんだもんね、散歩だってあげるしね、4、5分行ったり、こうあちこち歩いたりするとね、結局こう光り物に弱いからピカピカ光ってるとこ入っていっちゃうんだな。
いや、あっちにボリュームあるんだよ。送りのボリュームあげても関係も切る。もう少しインターバルですよ。じゃあ、ギター作る。ボーカルじゃない。Okay.